はいどうも、アリです。今日はシンガポールの PSLE、プライマリースクールリービングエザミネーション、小学校の修了試験の数学についてご紹介したいと思います。え後ほど具体的な問題も紹介するので、ぜひ解いてみてもらいたいと思いますえ。まずテストの仕組みなんですけども、このテストはペーパー1とペーパー2っていうのに分かれているそうです。で、ペーパー1は1時間の 試験時間があって45点分配点があります。消耗で30問。消耗っていうのはただその問題を1行とか2行の問題があってそれにすぐ答えを出すというような感じの問題です。選択によって答える問題もあります。それがペーパー1。で、ペーパー2は1時間半の時間になっています。配点は55点。で、消もあるんですけど基本は 今日紹介するような大問によってできています。題っていうのは1つ問題があってカッコ1番カッコ2番カッコ3番っていうふうな問題構成になっていて、まあ、それぞれ少し難しくなっているというような問題ですシンガポールの小学生全員が受ける試験がどんなものなのかこのあと問題を4問紹介しますこれは2020年の PSLE のペーパー2の 一番後ろの大問4問をアーリーが和訳したものになります英語での原文が見たい人はぜひ自分で過去問を見てみてください問題の後に解説動画もつけていますビデオを止めて問題を解き最後に解説で確認をしてみてくださいそれでは4問ご紹介したいと思います解く準備は大丈夫ですかでは行ってみましょうどうぞ はい、それでは解説をしていきましょう。まず最初、使うヒントの順番ですけど、1ドルコインの枚数は50セントコインの3倍と書いてあります。これより、50セントコインを丸1枚という風にすると、1ドルコインは丸3枚になります。また他のヒントとして、入っているコインの3分の2が1ドルコインだと言っています。これから全体の枚数を求めましょう。 三が全体の3分の2の枚数だというふうに言っていますから全体を求めるためにはこの丸3ってのを割合で割ってやればいいと。かける2分の3に計算が割り算が掛け算に直って全体は4.5だというふうに分かると。これが全体の枚数です。 で、残りはすべて20セントコインという風に言っていますから、20セントは4.5から3と1を合わせて引いてやると。すると、0.5が20セントだとわかります。ここまでのヒントで、枚数の比が分かってきました。1ドル対50セント対20セント。枚数の比は 丸三対丸1対零0.5と分かるわけです。2倍して整数に直すと、丸六対丸二対丸一だと分かるわけです。これあくまで枚数の比ですから、もう1個のヒントが使えないわけです。もう1個のヒントは、そう。合計108ドル持っているということです。なので次はこれを金額の比に直してみましょう。 金額の日に直すためには全てドルに直しますか6ドルはそのまんまこれドルこの丸6はそのままドルの枚数を表してますからかける1をしてそのままですね6と50セントは2枚あってやっと1ドルですからそうこれはかける0.5をしてやれば金額に直りますよって1と分かるわけですじゃあ20セントは そうかける0.2をしてやるわけです。すると6対1対0.2というのが金額の比だということがわかるわけです。ここから最後のヒントである合計108ドルを使うと合計は108ドルよりこれが6対1対0.2に分かれるということですから比の今回合計は 6+1+0.2 で7.2と分かるわけですよねよってこの日1つあたり何ドルかを出したかったら 108÷7.2 をしましょうこれよりこの日1つあたりが15ドルと分かるわけですこれより全ての金額は6る1 5と1かける 15と 0.2×15 をすることによりドドドルルルと3ドルととかりますでも今僕たちが求めなくちゃいけないのは枚数ですから最終的に枚数を出そうとすると90ドルは1ドルコインが90枚あってできているんだよと。 15ドル分の50セントコインを持っているということはこれは枚数にすると2倍よって30枚持ってるよと3ドル分の20セントコインということは枚数にすると5倍よって15枚とこの合計は 90+30+15 をして135枚と求めてやることができます。 これがこの問題の答えですねリングの厚さが 1cm ということでこれどこ取っても 1cm ということでここが 1cm だったりここが 1cm だったりするわけですよねこういう問題を考えるときに1つ足されるとどこが増えるだろうというふうに考えていくのがいいかと思います最初に1つ目からここまでの長さがありました ここは9センチです1つ足されると何が加わるかというとそこにここの長さが加わるんですね。よってここの長さは 9cm から重なっているとこここが1個分2個分ありますから9 2の 7cm が加わってるというふうに考えられます。次ももちろん同様です9-2 2の7センチが加わるそして4つ目を増やしたとしてもここでも7センチが加わる。よって A の答えは最初に9があってその後に7センチが4つではなくて3つですよねそう。なので4つから1つを減らして足されていると答えは3 0トルになります。B いきましょう。一番下までが 9 198という風に言っています先ほどのやつも,もう使えばね簡単ですどういうことかというと9たす7かけるそう何番目かわかんない四角引く1が198になればいいんですよって最初に198ひく9をして189 189 割る7をして27よって四角を出すために四角引く1したら27になってるはずだから四角は28というふうに求めてやることができます。答えは28個つなげたです。 切り取られた三角形1つの面積を求めなさいというふうに言っていますこれはまず最初長方形があったわけですよね長方形の面積は 15×25 だと分かりますこれを計算すると375ですかでそこから残った部分の面積が279というふうにヒントでありますから切り取られた ところの面積は 375−279 をして96だと分かるわけですであとはいいですよね1つ分ということで何個に分かれたの6つの同じ三角形を切り取るというふうに言っていますから 96÷6 をして16と答えは16平方センチメートルになります B いきましょう この図1から図2によって変化したのは周りの長さが54長くなったで切り取った三角形1つの周りの長さを出してくれとこれどうやって増えるか分かりますか最初になかった長さこここのジグザグの部分が増えていますよね今回はここの部分です三角形でいくとねこれが6つ 増えてますでも元の長さでなくなった箇所があるんですそうですなくなった箇所は本当はこの縦の長さが周りの長さだったんだけど今回はなくなってしまってますよねつまり縦棒が2つ減ってるわけですこれでどういうことかというと6つ増えて2つ減ったあれこれ2つってもうすでに分かりますよねそうですこれは15が2本です で最終的に54長くなったはずだから6つ増えた分がちょっといくつかは分かんないけどそっから2つ縦棒を減らしたら最終的に54増えたという問題文のヒントを使ってやります。するとこの四角の正体は 54+30 により84だとわかるわけです。 よってこの84を6つ分に分けてやりましょうすると6つ増えたうちの1つ分つまりこの三角形のうちのここですね2辺を表してます残りのこの辺はいくつになるか分かりますかそうこの辺は15っていう元のやつがここですね 15あった中でのこの1つ分を出してやればいいはずですからはいまた1 5る3をして5これが縦棒の1つ分となります。よって三角形の周りの長さは 14+5 をして1 9トルと求めてやることができますね。 ヒントとして、ドレス1着はブラウス1着の3倍の値段とあります。これから、ドレス1をブラウス3と値段としては同じだと考えてやればいいわけです。これにより、ドレス1着とブラウス2着を買ったというのは、ドレス1とブラウス2っていうのは、結局、 ドレス1がブラウス3ですからブラウス5と同じということが分かるわけですよね。この値段が所持金の6分の1これが所持金の全体の6分の1と分かるわけです。ではブラウス1着の値段はいくらですかということは。 5着で6分の1なんですからそう6分の1を1着分にするために5で割ってやればいいこれ割るのはいいですね下にかけるのと一緒ですからさらに分ける数がちっちゃくなって30分の1というふうに出てくるわけです B いきましょう最初の所持金はいくらですかと使ったお金い,いくらか分かりますかまず所持金があって1から ドレスとブラウスで6分の1を使ったから6分の5残ってたわけです。で、しかもその後で残りの所持金のうち4分の3を時計に使ったということですね。時計に使った額を考えると6分の5の4分の3ですから 最終的に5分の8となりますすこれ時計です残るヒント使うのはここですよね時計はドレスよりも220.5ドル高いと。ってことはドレスも分数で全体のいくらか表してやりましょうドレスはブラウス3着分ですからブラウスは括弧 A で三十分の一と分かりました それの3着分だからそう10分の1とじゃあその差を出していきましょうか時計の方が高いんですから5分の8引く10分の1をしてやると40分の2揃えて計算すると40分の25引く40分の4ですから最終的に40分の21ですか これがそう、この差なんですよね。二百二十点五ドルということです。よって、割合から全体を求めるときに、全体の四十分の二十一が二百二十点五ですから。二百二十点五をその割合である。四十分の二十一で割ってやると、最終的に。 全体である1が求まるよということです。220.5かける21分の40をしてやればいいですね。これどうやってやるのって困った人はまずこれ分数っていうのはあくまで割り算と一緒ですから、これやってることは220.5かける40割る21ですよね。例えば220.5割る21をしてもいいわけです。 するとそれが10.5ですから10.5に40をかけてやると答えは420となります。答え420ドルこれが元にした所持金ということになるわけです。